どうも、ミルキーシゲオです。よろしくお願いします。僕は生まれも育ちも大阪の西成区の出身で、僕のお母さんもおばあちゃんもおじいちゃんも西成の出身ということで、言うなれば僕はネイティブ西成屋なんですね。そんな生粋の西成っ子なんですけれども、友達がね、小学生の頃からね、公園に住むよっさんのおっさんっていう友達がいましてね、おっちゃん、だいぶおっちゃんなんですけどね、僕らが小学生で、よっさんのおっさんは、だいぶおっちゃん、年齢不詳のおっちゃんやったんですけど、いつ行っても公園にいててね、超アウトドア派のね、もう公園に住んでるんじゃないかっていうぐらい、いつでも公園に行ってるんですよね、住んでるんですけどね、そのよっさんのおっさんがね、いまして、いつもね、ニコーって、もういつも笑顔なんですよね、ニコーって笑うけどね、歯が一本もなくてね、歯がないけど大好物ね、お肉っていうね、お肉ガンガンに食べるっていうね、もう歯の存在意義を無視してるね、もう歯、人間って歯いらんのんじゃないかなって、子供ながらに思ったこともあるよね、ぐらいそんなよっさんのおっさんなんですけれども、いっぺん西成区でね、小学生の頃、すごい大雪、冬でね、あれはもう珍しく積もった日、積もるぐらいすごい大雪の日があったんですよ。で、バーって帰ってるときにですね、西成の中でもね、すごい、大きい家があったんですよ、豪邸。でかい家があってね、もう、特にでかくて立派な屋敷だったんで、目立っててね、どんな人住んでんやろ、みたいなね、感じの家があってね、でもその、真冬でもう雪がバー降ってるときにね、もうバーって、やばい思って帰ってたんですよね。その豪邸の前にね、脇に段ボールを抱えたね、よっさんのおっさんがね、ドアの前にいてね、あれと思って。何してんよっさんのおっさん思って。そのよっさんのおっさんがね、脇に段ボール抱えていてね、その豪邸のインターホンをピンポンって鳴らしたんですよ。えお前。何してんの思って。よっさんもしかして、ここの家の人なんか思って。段ボール抱えながらよっさんのおっさんがピンポンって鳴らしてね、見に行ったんですよ、バッてね。で、ピンポンって鳴らして、なかなか出なくてね。で、何回、3度目ぐらいにピンポンって鳴らして、インターホンでね、はいみたいな。どちら様ですかって、聞こえてきて。で、よっさんのおっさんが、堂々と胸を張りながら、無理を承知で頼もう、中へ入れてくれって言ったんですよ。絶対無理やろ。何を、無理を承知で頼もう、中へ入れてくれって。絶対無理無理無理。無理やって、それは。無理を承知でしてる通り無理やって、それは。絶対あかんやろって、もう寒すぎて入れてほしかったんでしょうね、家に。で、しばらくしたらね、どうなんどうなの思ったらね、もちろんドアは開かずね、遠くの方からね、パトカーのサイレンが、って聞こえてきて、そのままよっさんで、ね、なんかね、警察の人って、ね、揉めてました、すごい。何してんの君みたいな感じでね。で、なんかそのままパトカー乗せられてね、どっか連れて行かれました。多分なんか、とりあえず寒いし、署で話聞こうか、みたいな、なったんでしょうね。まあ、結果往来かな。暖かいとこに連れて行かれて結果往来やった、みたいなね。ことがありました。次の日にね、普通に、公園にいましたけどね、昨日すごかったなぁ、みたいな感じでね、そんなことがありました。ということで、どうも、ありがとうございました。